斉藤、高尾、斉藤、高尾、本名、斉藤孝雄、高尾、1936年11月3日体は、日本の漫画家。和歌山県生まれ、大阪府堺市出身。東京都中野区、岩手県花巻市在住。歌手本漫画時代に劇画という分野を確立した人物の一人であり、一般漫画の世界に転向後も、ゴルゴ13をはじめとする、 数々のヒット作品を生み出した劇画界の代表的人物である。また、斎藤、プロダクションを設立し、各スタッフの分業体制により、作品を制作するという方式を確立した。1936年、昭和11年、5人兄弟の罰として、和歌山県に生まれるが、生後間もなく転居し、後に大阪府堺市に移り住む。 斎藤自身は43歳になるまで和歌山で生まれたことを知らなかった。父親は斎藤が幼い時に家を出たため、母親が理髪店を営みながら女手一つで子供5人を育てた。小さい頃は図工、美術科目と喧嘩が得意のいわゆる不良少年であり、将来の夢はボクサーか画家になることであった。中学時代には負の絵画店で金賞を獲得している。 1950年に、堺市立伏線中学校を卒業し、実家の理髪店で働き始める。当時は漫画に興味がなく、将来の夢は、差し絵画家だったが、差し絵業界は、今後狭まっていく。あるいは、自分の考えている方向とは、違う方に行くだろうという漠然とした不安感から、当時ハマっていた映画や、新中軍が持ち込んだ、10セントコミックスに影響を受け、 ストーリー漫画を志す。同時期に手塚治虫の新しい宝刀を見て衝撃を受け紙で映画が作れる。と興奮したという。当時の斉藤は手塚の影響を受け柔らかなタッチの絵を描いていた。1952年には家業である理髪店を姉と継ぐが、1955年に仕事の合間に2年近くかけて描いたストーリー漫画空気男爵を 大阪の貸本出版社日の丸文庫に持ち込む。当該の紙に漫画を描いたため、社長の山田秀造にダメ出しをされるが、絵は上手かったためデビューが決まる。それ以降、日の丸文庫の看板漫画家として、単行本を次々と発表する。1956年には漫画に専念するために、家業の理髪店を辞めるが、母親は激怒して、漫画を親のあだであるかのごとく。 嫌うようよになった。斎藤によれば、自身が漫画家として大成した後も、母親は漫画という職業を死ぬまで嫌い、病床に置かれた僕の本に一度たりとも触れなかったと述べている。同年には、辰美義弘や松本雅彦らと同じアパートで共同生活を送りながら漫画を描き始めた。当時、斎藤は高校生だった川崎昇をアシスタントとして働かせていたが、 斉藤の人遣いが荒かったことから、川崎は、早々に逃げ出している。1958年、昭和33年、先輩漫画家の黒田正美に、連れられ上京、東京都国分寺市のアパートに今日構える。1959年、国分寺に居住していた日の丸文庫系劇画家の、斉藤、隆、尾、辰巳義弘、石川文康、京、元、三津、桜井昭一。 山盛進む、佐藤正明、松本正彦ら8人で、劇画制作集団、劇画工房が結成される。人気劇画家の制作集団とあって、貸本出版社からの執筆依頼は殺到し、多数の貸本劇画短編集を出版するが、組織論や仕事配分、ギャラの分配などでもめ、翌年1960年春に、劇画工房は短期で分裂した。 劇画工房の分裂後、佐藤正明や川崎昇、南馬賢治、有川栄一ら、ガンアクション系の劇画家5人で、新、劇画工房の設立を計画するがとんざ。その計画をもと2960年、昭和35年東京都国分寺市に、自らの漫画制作会社、斎藤、プロダクションを設立。斎藤の組織論に共鳴していた、石川文康らが、 スタッフに加わり、斉藤の兄の斉藤おこりつかさがマネージャーを務めることになる。以後、多数の歌詞本劇画を出版する。中でも、台風五郎はシリーズ化され、人気を博した。1962年、昭和37年歌詞本劇画家有士と、劇画集団を設立。メンバーは斉藤、高尾、横山正道、長島真嗣、南馬健治、石川文康。 有川栄一、朝日ヶ丘三津市、戸島慶渡る、茨、三木、山田節子、竹本三郎、影丸譲るなり、他、もっとも、この団体は、漫画制作を目的とした新、旧劇画工房とは違い劇画家の親睦のための団体であり、一般読者会員にも、解放などを発行していた。貸本業界の崩壊後は、一般漫画誌に進出。 1967年、時代劇アクション劇が、無用のスケ、週刊少年マガジンを連載。劇画路線のマガジンを代表するヒット作となった。その後、1968年、昭和43年10月より、連載開始の、ゴルゴ13、ビッグコミックは、一度も救済することなく、連載45年を超え、現在も連載中の長寿漫画で、日本の劇画の代名詞である。 ゴルゴ13は高い評価を受け、1976年、昭和51年1月には1975年度、小学館漫画賞の青年一般部門を受賞し、2005年、平成17年1月には2004年度小学館漫画賞の審査員特別賞を受賞した。近年は、ゴルゴ13、鬼平犯課長、仕掛け人、 藤枝梅安の3作の長期連載を軸に活動、大ベテランとなっても、月1 5 0ページ以上の旺盛な執筆活動を展開していた。しかし、2008年に竹本三郎、2014年に石川文康と長年にわたって仕事を支えてきたチーフアシスタントが相次いで死去したこともあって、斉藤の作業量が増加。2015年2月、 体力的な負担を理由に、仕掛け人、藤枝バイアンの救済を決定。残り2作品の連載執筆に専念しつつ、バイアン再開も模索したが、結局体力の限界を理由に2016年3月、仕掛け人、藤枝バイアン連載終了を告知。現在は、ゴルゴ13、鬼平犯課長2作品に、活躍の場を絞り、新作を送り出している。斉藤、プロダクションは、 初めて漫画制作に分業体制や脚本部門を置いた漫画制作プロダクションである。漫画アシスタントは低賃銀長時間労働が一般的であるが、イ藤、プロは雇用条件に気を配っており、スタッフの待遇の良さには定評がある。分業で漫画制作することによって無理なく長期連載を受け負うことができているゆえに可能なビジネスモデルある。 例えば、手塚治虫が手塚プロダクションで漫画作品を描いた場合には、手塚治虫個人の名前だけが作家名として表記されるのが常であったが、斎藤隆をプロダクションの作品の場合は、最後のページでスタッフ一覧のクレジットタイトルが映画作品と同様に示されている。ただし、単行本ではこれらのクレジットは削除されており、単なる余白となっている。 リード社は、斉藤、プロの出版部門が分社化されたものであり、斉藤の兄の斉藤誇り塚佐が、リード社及び斉藤、プロダクションの代表取締役社長を務めてきた、2016年6月8日、死傷拘束のため84歳で死去。設立当時、大手出版社では、漫画雑誌の出版がメインで単行本を出版するということをあまりしていなかったため、 その当時からの慣例で、斎藤の漫画は他社の雑誌に連載されている作品であっても、単行本はリード社から出版されている。ゴルゴ13は小学館、ビッグコミック連載で、単行本はリード社、小学館でも一部再刊。前述の通り、斎藤の作品はプロダクション形式で、それぞれのエキスパートが集まって漫画制作をしているものであったが、 1990年代後半までは一部の漫画家、漫画評論家がそれをきちんと返しなかったため、目だけ描いている漫画家など、言われのない批判を受けることが多かった。夏目房之の助は、斎藤の描く状態を、不特定多数が寄ってたかって色っぽいだろうと思う、線をかき集めたために、個人の思い入れが極めて希薄である、と、東秀夫ひでおなどと対比して評している。 ただし夏目は、斎藤が完全分業制による漫画制作というビジネススタイルを確立したことに、対しては一定の評価をしている。また、石川淳は、斎藤の書き文字、記温を例にとり、新人であった時代から、一切変化していないことを挙げ、進歩する意思を失った証拠として批判している。もっとも、斎藤本人は、作品が色あせてしまうため、その時代の観念、 その時代の常識では、絶対描かないことを、作品を描くときに一番気をつけていると述べており、意図的に作品を描いていることを言明している。以下は、斉藤、プロダクション会社案内、制作スタッフ、2018年4月30日閲覧を参照にして記述。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。